んにちは。新年おめでとうございます。マイルが死ぬほど余っている。片道6000マイルとか往復1万2000マイルっていうのよりも、石垣とか宮古については5500マイル、片道換算で3000マイルなので、をいくつかピックアップして、格安でさばくと。ここは大きな差になります。はい、これがね、要は予約と乗れる期間の差ですよというところですね。で、ここからがですね、非常に皆さん気にされているところだと思うんですよね。行き先ね、行き先です。これ超重要ですよね。何マイルかかるかとか、いつからいつまで行けるかっていうのは当然あるんですけども、でもどこに行くのよって話だと思うんですよね。で、もうご存知だと思うんですけども、その JAL の方は例えばどこかにマイルって言ってるぐらいなんで、行き先決めれないよとかですね、そういうことが入ってきます。じゃあちょっと詳しく説明しますね。まず行き先、ANA の特旅マイルは、先ほどからもちょっと言っているように、その、向こう1週間分の予定が毎週火曜日に発表されるんですけど、それは、混んでない、要は空いてる路線、その週に空いてる路線が発表されます。なので、ちょっとまたこう出してますけども、すごい限られてきます。今週は、例えば、徳島と伊丹と、長崎と函館みたいな感じで、対象路線が、火曜日に発表されます。で、その中から好きな路線を選んで乗ってちょうだいねって話なんですね。なので、例えば自分が、じゃあ来週末、来週、ごめんなさい、来週は乗れないの、今週末か。今週末に、そうだな、釧路に行きたいなと思ったとするじゃないですか。でも、釧路が対象便になるかっていうのは、確証は一切ありません。なので、基本的に上がらないケースの方が私は多いかなと思ってます。なのでそこは候補にならないと選択すら当然できませんので、なかなかもどかしいというか、そういったところはあるかなと思います。で、一方 JAL のどこかにマイルなんですけど、これは、候補は時間帯とか日付とかね、人数とか選ぶと、まず4箇所候補が出てきます。それもランダムというか、空席状況に応じて算定されている行き先が出てくるんですけども、4箇所出てきて、その中から選べますではなくて、4箇所出てきた中のどれかになりますということですね。なので、例えば、高知、長崎、福岡、札幌みたいな感じで出てきたら、あ、高知もいいよね、長崎も、あ、札幌もいいなみたいなふうに思うんですけども、そこから選ぶことはできないんですね。で、ここは肝なんですよ。ただどこに行くか分かんないワクワク感っていうのは非常に面白くて、これ僕超好きなんですけども、そこをこう歌い文句にしてる。だからこそ往復6000っていうとんでもない安いマイルで行けますよっていうことになってると思います。で、ただですね、JAL の場合は、すごいいいサービスがあって、その候補の抽出っていうのが、1日、僕、途中まで数は分かるんですけど、100回ぐらいできるんですよ。上限はあるんですけども、そのね、行きたい日付を入れて、時間帯とか指定して、人数指定して、で、検索ボタンを押すと、4候補出てきます。で、ちょっと行きたいとこあんまないな。っていうのがあった場合に、もう一回検索って押すと、またさらに違う候補が出てくるんですね。で、それを1日100回ぐらいできるんですね。なので、それでかなり、行きたいところだけを残すようなことはできます。で、私が、やっていたのは、例えば、ちょっと今月は北海道に行きたいなって思うじゃないですか。で、北海道に行きたい場合、4箇所全部北海道だけで揃えることも、実際できました。はい。で、私ができたのは、函館、釧路、札幌、帯広とか、そういう感じです。で、このうちのどこかになるかはわかんないんだけど、まあ、いずれも北海道なんで、まあ、北海道に行けることは確定するということになります。
ただ絶対札幌に行きたいとか絶対函館に行きたいって人はやっぱり選ぶことはできないので、そういった方はそのアナのトクタビマイルの方が対象路線にさえなれば選ぶことができるので、アナの方がいいかなと思います。でどっちでもいい、どこでもいいよ、それが楽しいよって人はあの JAL の方がいいかなと。でそれはね、あの沖縄とかでも結構できて、あの沖縄ってそんなね空港ないじゃないかと思うと思うんですけども、要は南北系っていう攻め方もちゃんとできます。で私がやったのはまず那覇でしょ、で石垣島で、奄美大島、あとどこだったっけな、宮崎からかな、うん、でまあ、ちょっと宮崎はね、あの九州なんですけども、この、南の方の離島を3つ揃えるってことも、これも確率によってなんですけども、あの可能性は十分あって私の場合は出てきました。なの でその時は私は那覇になったんですけども、なので沖縄にあの行きたいというか南国に行きたいっていう場合もあの結構ゼロではなくて、要は4つのうちのどれかにはなるので、そういうあの攻め方っていうのもあるし、まあ、四国に行きたかったら四国がねちょうど4つ揃うってことは、まあ、ないかもしれないけど3つぐらい揃えば必ずあのかなり行ける確率は高まるので、あのいいかなと思います。はい、なので、そう私の経験上ですね、あのやっぱり大都市の方があの、まあ、当然お客さんも多いんですけど、便数とか、ね、機材も大きいので、あの行ける可能性高いんですよ。なので例えば沖縄、那覇とか福岡で伊丹、あと札幌ですね、ここはあの当選する確率が結構高いなと思ってます。特に沖縄ですね、沖縄は本当に、ね、A350 とか機材がかなり大きいし、あの便数もね多いので、あのやっぱり席がね潤沢にあるんでしょうね。で逆にその小さい空港ですけどね、なんかその秋田とか釧路もそうだし、徳島とかその辺もそうですね、鳥取とかはあの結構やっぱり1日ね3往復とかしかなくて、機材も小さい737とかだったりするので、席は余ってはいるんですけども、まあ、なかなかその絶対数が少ないので当たりにくいのかなって個人的には思ってます。まあ当たったこともありますけども、そういうふうに思いました。なのでまあ、このね行き先っていうところでは、あの候補になれば選べるかなと、選べないけど何か行きたいところをこう自分で何て言うんでしょうね、導き出すじゃないですけども、引っ張り当てるような面白さはあるのかなと思います。でこんなことを言っておりまして、このね総括的にはですね、これ私の完全な主観なのであれですけども、こんな感じかなと思います。はい、まず必要マイル数はその、まあ、片道と往復っていう違いがありますので、一概には言えないので、まあ、あの大体半分とか半分以下ぐらいで行けるよ、ただANAは片道だよ、JAL は往復だよっていうので、そういった面でまあ同じぐらいなのかなと思います。で予約可能期間とその搭乗可能期間っていうのはやっぱり1週間と1ヶ月なんで、これは圧倒的にやっぱ JAL の方が便利に使えるなと思っています。で行き先ですね、で行き先もあの、まあ、個人的にはどこかにマイルの方が使いやすいかなと思うんですね、旅行という意味でですね、まあ、ただし、ANA の場合はその候補の中からやっぱ自分で選べるってところが大きいので、候補は少ないんですけども、選べるっていうところがあるので、まあ、一方 JAL の場合は候補は無限にねいっぱいあるんだけど選べないっていうところから、まあ、同じぐらいかなというあの私の総括をさせていただきました。はい、で、ということで、これね、これまとめですね。はい、ね、ちょっと私も何書いても忘れちゃったんですけども、まあ、こんな感じですよね。はい、ちょっとこれはですね、ちょっと分かりにくいので、見えますかね。必要マイル数は、まあ、この A って、これは A がね、アナで J が JAL なんですけども、まあ、アナの方は片道のみですよと。うん、で、3000から5500マイル、うんうん、っていうね。
で JAL は全国一律で往復で6000マイル、大きな差がありますよね。はい、で予約可能期間と搭乗期間は、先ほどのねこの表でねこのここでお示しした通りですので、1週間の ANA と1ヶ月の JAL というところ、まあ、JAL は1ヶ月以上になってますよね。なので、まあ、非常に、予約のね可能期間と搭乗期間っていうのはどちらもねまあ、いいんですけど JAL の方がね軍配があるかなと。しかも ANA の方は除外期間っていうのが、まあ、そこそこあるのでいつでも行けるわけじゃないです。ただ JAL の場合はいつでも行けるんですよっていうところですね。はい、で最後に行き先ですね。で行き先もお伝えした通りで、まあ、候補から選べるものか4つの中から、まあ、どれになるかワクワクして決められないですよっていうところ、これは、ここに記載の通りなので、このねそれぞれのポイントですよね。この4つのねポイントからすればですね、ちょっとまあ、JAL の方に軍配があるのかなと思うんですけども、この必要マイル数とこの行き先ですね、ここに重きを置く方であれば、まあ、ここは拮抗していると思いますので、JAL はどちらのキャンペーンを使っても、良いのではないかなと思います。ですのでまた、これが年末年始とかあとは冬休み春休みですね、ご旅行に行かれると思いますので、マイルを余ってらっしゃる方はですねこれぜひ使っていただくことをお勧めしたいですし、あとはマイルを今貯めてらっしゃらない方についてもですね、じゃあ両方のマイルを貯めていくって非効率だと思うので、アナだったらアナ、ジャラだったらジャラでどっちかに絞った方がたくさんマイルが貯まると思うんですよね、1個の方に。なのでそれでどの航空会社をメインこのエアラインにしていこうかって悩んでいる方についてもこの制度があるので、これで自分でどっちの制度をねよくの使えそうかなっていうところを参考に、じゃあなんかドキドキした旅したいから JAL にしようとか、やっぱり行き先はねちゃんと事前に選べた旅とか、あとは片道のねそういう仕事とか好きにね行けるところに使いたいなっていう人については、例えば ANA をメインのエアラインにしようとか、そういったところをこのマイルサービスで決めるのもありなのかなと思っております。はい、ということで少し長くはなりましたが、日本のね大手2社のエアラインサービスどっちが、まあ、いいのかなっていうところ、まあ、これ皆さんのどっちが良かったっていうのは皆さんの、それぞれ異なるとは思いますけれども、非常に、充実したサービスが今もねこんなコロナ禍でもちゃんと提供されておりますので、ぜひ活用して見ていただけることをお勧めしたいと思います。ではどうもご視聴ありがとうございました。